お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですね、こちらのグローバル大会が今来ててね、残り10時間あるんですけど、僕も負けちゃったんですけども、勝てばね、1位というところで負ける、ちょっと YouTuber 失格な部分もあるんですけども、ちょっとめっちゃいいリプレイが結構あるんで、今日はまあ、リプレイの方を見ていけたらいいかなと思います。なんで今日はプレイしない感じなんですけど、いやマジで神試合ですね。でしかもクラウンも結構多かったんですよね。この人に負けたんですよ、このミニミンターって人。37勝同士で当たって負けていかれたって感じで、勝ってれば1位でしたね。まあ残り何時間あったんでフィニッシュがないとか分かんないですけど、まあそんなわけでね、いやー悔しいですね、グロタイで。デッキがなんかずっと僕ラバル使ってたんですよ。そう、クラウン稼ぎでラバルチンパしてたんですけど、途中からラバルだとやっぱ安定しないので、この迫撃デッキですね。なんか迫撃デッキのファイボですね。これなんかポイズン型がすごい有名なんですけど、なんかポイズンだとラバルが多かったんですよ。ラバル使ってたし使われることも多かって、ラバルに勝つためにファイボにしたら、たまたまそれが良くて、結構ラバルのファイボがね、安定してました。で、ミラティブの放送をね、しながらやってたんですけど、みかんさんがずっといてくれて、なんかみかんさんが待ち時間暇の時にフレバトめっちゃ送ってきて、フレバトとめっちゃしたんですよ。で、なんか、何しようかな、みかんさんのフレバトはさすがに見なくていいかなと思うんですけど、ワンチャン試合、いい試合がそんななければ、みかんさんフレバと最後の方に1個2個さらしちゃおうかなと思います。これ最後エリゴレあれっすね、なんかグロタイでエリゴレを使ってる人がいたんですよ。そうで、いやこのエリゴレ嫌だなと思って、ちょっとみかんさんがわざわざ相手してくれてね。はい、まあそんなお優しいねみかんさんチャンネルもね、概要欄に貼っておきます。まあ最後この動画の多分最後にそのみかんさんに勝ったねさらしりプレイでも一緒に流すんで、よければ見てください。はい、というわけで、まあ、これグロータイ今は多分35勝目ですね。35勝目36、37をまあ見ようかなという感じですね。でまあこのスキルね、ファイボー型はね分かんない、ポイズンなんですけど、基本的にポイズンなんですけど、ただただラバルに勝ちたくてファイボーにしたら、それがうまいことハマったってだけです本当に。でまあ本当立ち回りはなんか基本的に迫撃から動いて、迫撃出すとこう対応してくるのを、これあれっすね、もうトリトン読みないとですね。いやもうこういうとこまで、ね、しっかりさできてますという感じで、基本的に迫撃から動いて対応してきたのをユニットで回収して、まあ、そのナイトだったりムートで回収したところに、橋渡ってマスケラ打つよというような流れかな、基本かなと思います。マジ今ね、朝6時半ぐらい動画撮ってるんですけど、バリ眠いっすね。なんか、グロタイ2時ぐらいかな ?2 時ぐらいは嘘か。なんか、まあ、1時ぐらいの時に、まあ、20勝ぐらいだったんですかね。多分20勝。いや、もうちょい遅いか。まあ、2、3時ぐらいで20勝とかで、なんか、まあ、寝たらなんかね、多分もうやんないなと思ったんですよ、グロタイ。めんどくなって。めんどくなるというか、やる気が朝起きてからちょっとねできるか不安だったのと、まあ、流れが良かったんですね。そうめっちゃ勝ってて調子良かったんで、まあ、この流れでやっちゃおうと思ってやってたら、気づいたらなんか37まで行ってましたね。しかもなんなら勝てば1位っていう、いやー勝ちたかったな。もうラストのバッドバニーっていう人がいるんですけど、世の中だったりか知らないんですけど、枯渇使いリプレイがね、この後ですね、この試合の後見せるんですけど、マジでもう神試合 のレベルじゃないんですよ。神の中の神の中のもう本当に神試合なんで、ちょっとそれだけはマジで見てほしいですね。なんでこの試合ロイジャイどうでもいいなって方はもうスキップしてでもね、次の試合見ていただけたらいいかなと思います。結構まあ、有名なのか分かんないですけど、僕は覚えてる枯渇使いですね。さあてなわけで、なんかまあこのデッキは何がきついって言われるとむずいんですけど、陸受けが意外と少ないんですよね。まあ、ナイト、ムート、まあ、ハンターあるっちゃあるんですけど、なんかこう、メガナイトとか、まあ、トリトンとかが単純にうざいですね。1体引っ張られると、まあ、1体1体がそこまで軽くないので、まあ、スケルトンのクッションとかもないので、まあ、あってやりこぶとかなんで、まあ、普通にエリババとかの受けとかも結構厄介ですね。さあ、
で、なんか結構強気に攻めてますけど、綺麗に守られちゃってますね、俺。エリババ一発300いてー。スケラも入ってますね。さあ、てなわけで、まあ、あとは、バルーンかな。対空がハンターとヤリゴブリンしかなくて、まあ、もともとこのデッキのテンプレはポイズンだったので、まあ、ファイボにしたから、まあ、若干バルーンとか戦えるようになってますけど、ポイズンとより無理かな、というところですね。これトリトンサイダンでも高めハンターでロイとかせるなっていう感じですね。まあ、てなわけでね、なんかこう、お互い結構様子見なね、試合が続くんですけども、なんかこう、やっぱ攻めちゃうと、エリババとかロイジェイ相手に攻めちゃうと、もう単純にカウンターされてワンパン KO されちゃうんですね。これ相手が5打ったんで、残ってるんでね、ムート攻めて、しかもタル使った後でね、これ、めっちゃ刺さるだろうっていう神5をなはずなんですけど、あれって全然刺さんねえなっていう、結構やばいですね。ただの迷ってコスト漏らす相手が結露してきたんで、まあ、これはさすがにチャンスなんでやっぱ攻めますよね。でウッド裂いたんで、まあ、やりごぶも追加しつつね、ちょっとファイブ来るかなって待って、でまあここはまあ攻めファイブ立つね、一回ローイ来てるんで防衛して、でここでナイトハンターで守ることによって、この迫撃が残るんですよ。そしたら相手もね、2周目ロイをやりたいんですけど、できないんですよね。で、まあ来るけど、まあ迫撃が残ってるんで、僕としてはすごい気楽に守れるよと。で残り20秒でダメージトントンなんですけど、ここのね、迫撃が神なんですよね。ここの迫撃が地味に残ってるんですよ。で、まあ僕スケラ、今タイブレイカーで負けてる。でも迫撃が一発撃つ、そう、スケラはほぼ完封されてるんですよね。そう。スケラはほぼ完封、陸も通ってないけど、この迫撃が2発通って、最後ね、勝利を決めてくれるというところで、まあ、防衛迫撃低めからの、まあ、また2回目攻めてきた時ですね。まあ、低めのクロもいいんですけど、ちょっとカウンター狙いそうな時とかは、高めの位置にね、迫撃を置くと、今みたいな感じでね、攻め迫撃にもなるって感じですね。防衛しながら、まあ、攻めにもなるよというような優秀なね、迫撃です。で、このね、枯渇戦マジで良かったの、本当にすごいんですよね、僕もびっくり。でまあ枯渇クソうまいっすね、この人なんで、ぜひ枯渇使ってる方とか参考にしてみてはいいんじゃないでしょうかってなわけですね。まあ、あとは枯渇って多分迫撃行きがそんな優秀ではないんで、結構ね迫撃に対しては過剰に防衛してくるイメージがありましたね。でまあ、こっちのスケラは、こう、まあ、スケラ単体だと、ゴブリンギャングですね。スケラってゴブギャンとかコウモリとかガゴムリがすごい嫌で、なんでかっていうと、攻めスペルを打たないとほぼ完封されちゃうんですよ。コウモリだと入るかもしれないんですけど、もし僕がスケラ打ってもギャングだけで完封とかされちゃうんですよ、余裕で。そう。だから、まあ、5コスがただ3コスで守られて、なんならカウンター来るしって損になるんですよね。なので、スケラを打つタイミングっていうのが重要で、まあ、特に前半ですね。前半だと、スケラプラスファイボなんて打っちゃうと、こう、まあ、ちょっとダメージ与えられるかもしれないですけど、初戦ちょっとで、アド取られて、エリアドですね、取られてピンチになるんですよね。まあ、なので、ここもいいハンターなんですけど、相手もこの横にずらしてるんで嫌らしいですね。まあ、前半やるなら、ゴブリンギャングとか、まあ、スケラを完封するユニットがいないタイミングで、まあ、スケラ打つっていうのが大事ですね。なのでこう、まあ、今回だと本当ゴブギャン。ゴブギャンは相手が裂いたならば、まあ無理にでもスケラ打ってもいい。まあナイトプラススケラとか、まあ、盾がいるんですけどね。まあ、じゃないと、ほぼ完封されてしまうので、スケラ打たないっていう選択肢を取るのが正解ですね。まあ、逆に後半に入ってしまえば、スケラプラス、まあ普通だとポイズンだとか、まあ、ファイブとか打てるので、まあそういう場合には、こう、まあギャング来る時でも、まあファイブ打てるなら全然いいと思います。とりあえず、これはなんか、セムファームとかでね、様子見てますね。いや、結構ね、むずいんですよ。相手も、なかなかゴブギャンはやっぱ咲かないんですよね。そう。ゴブギャン咲かないので、ちょっとね、僕もスケラ打ちにくいなって。で、今のスケラ打っても、これ、ファイブを持ってないんで、ゴブギャンで完封されるんですね。なんで僕は多分、相手がギャングを使うか、まあ、ファイブを打てる時にしかスケラ打たないって感じですね。とりあえず、めっちゃいい持ってますね。で、これもファイブボールとかすんのかな。そう、今耐えてる時間帯なんで攻めれないですね。ギャングを割いた場合なら、ファイブなくてもありかなっていう。何回言うねんって。何回言うねんって感じなんですけど、今めっちゃ眠いんですよね。だからちょっと許してください。
で、ここの受けとかも僕多分結構、あ、ここじゃねえか、この次の受けがね結構うまいんですよね、意外と。で、ここ多分相手がギャング使ったんですよ。だから多分スケル打つっすね。そう、ギャング使って回ってないから打ったら、相手がこうナイトで竹取りミスった。これはまあラッキー。まあギャング普通に回ったっすけどね。で、防衛5を、これで一気にピンチ使える。ここのね、なんか耐えたんすね。さあ、まあナイトで受けるとナイトが来る。これムートでプリン両方の竹を取りつつね、ぶっと使ったからやりこぶで耐える。で、ちゃんとね、この相手のゴブリンバレルがタルババデッキに対しての投げる位置がすごい優秀で、横にずらすのってめっちゃ大事なんですよ。あれだけでゴブリン、タルババですね、ロリババ、防衛するのにしっかり相手に合わせて横だったり動かさないと、毎回ゴブリンが一発入っちゃうんで、しっかり見てね、転がさないと危ないです。これとかも毎回ちょっと横側にしてますね、どっちか。横に来たらタルババも横に転がさないといけない風な感じです。さあ、で、これはそろそろスケル打つかな。ダメージ追いつかないといけないですもんね。でも打たないですね。これ多分相手はスケラ打つ読みないとですね。で、また内側で、ここでまあプリンを処理で、これは多分ファイボまで打てるんで、スケラ打ってファイボを構えてますね。そうですね。で、ゴブギャンにはファイボ多分打ちますね。早い。で、これはもうね、いやー守れねえって思ったら、神的ナイトやりゴブで完封。さあ、残り35秒ですね。でも僕ももう迷うんですよね、することが。攻めたいんですけど、攻めにくいし。これ今相手がギャング使った。だからスケル打ってますね。そしたら攻め5いらないですね。あ、でも相手がゴブギャン、ゴブにやり、ゴブ、ん?あれで防衛してきたんで。さあ攻める。いや、だから相手のこの、畳みかけるのもうまいですね、マジで。やばい。負けるよ。いや、本当に、やばいと思ってて。いや、でもこれロケでやばい、やられる。スケル打たなきゃ。ファイブ打つ。やばい、プリンの端前入る。ここで、あ、負けた!うわ!わかってるっていう。最後、相手の多分802だったんですかね、多分。802で、僕は720ぐらいだったんですよ。だから、スケラが、一発殴っても、追いつけないんですよ。スケって多分、タワーダメージ50ぐらいなんですよね。だから、一発殴っても、あ、67ですね。67。一発殴っても追いつけないんですよ。けど、最後2体、多分タワー裏に湧いて2体がドゥドゥンって殴ったんですよ。それによって奇跡的大逆転をすることができたっていう感じですね。最後これは負け試合なんですけど、しかも、しょぼめの負け試合ですね。なんですけど、まあ一応ね、これラスト勝負なんでぜひ見てください。この後みかんさんとのね、なんか対戦1個ぐらいなんか、さらそうかな。はい。と思います。いや、最後、スケの脇が神でしたね、マジで。本当に。そのスケだけで一発変わりましたね。ヒヤヒヤしますね。いやー、さすがに声出ましたね、朝6時。うわって。一人で叫んでましたね。いやー、まだもう、悔しいなー。と、一回勝てば一旦世界一行けましたからね。そう、なんか僕、グロタイ5位は取ったことあるんですよね。しかも3回ぐらい取ったことあるんですよ。まあ、砂漠とか、ラットアークとかマイクアーク含めてですね。そう、これもね、メガナイトとこのゴボレとトリトンの抜けがしんどいんですよ。もう僕の限界の防衛でこれなんでね。もう何も悪いことしてないけど死にそうみたいな。ユニット1枚割いただけで死にそう。まあユニット割いたのが多分悪いんですけどね。はい。まあ防白すればよかったですね。相手のデッキ分かんなかったからさすがにできなかったんだけど、良くなかったですね。もうちょっと丁寧に立ち回るべきでした。まあそういうね、何の話してたっけ、なんか話してたんですよね。そう、忘れちゃったな。何の話してたか忘れちゃったな。いや、ここで防衛迫撃をすればいいんですよ、僕は。なんでお前はムードを出してんだ。朝あと1勝だったからしたかったねって。そう、ベストが5位なんですよね。だから4321位を取ってみたいんですけどね、取れないですね、今回も。多分、順位抜かれるんで、これもう守れないなってなったんで、もう攻めましたね。あ、一時交換すればいいやと思って。で、相手も守るんですけど、いや、入るんですね、意外と。で、僕もキングがもう、ボロボロのボロっすよ、ボロボロのボロ。いや、でも、ね、いや、これ、悩ますよね。あと50。でも、僕まだこれワンチャン狙ってましたね。700だったら、しかもキングってなかなか削りにくいんですよね。ワンチャンあるなって。
咲いても、まあ、あっち側のしょぼいタワーは捨て気味ですね。これな、こっから勝ったらかっこよかったもんな、俺マジで。いや、この辺、タルファバもうまいことやられましたね。いや、ムータがポイ打たれても残ってるんですね、これ。ポイだけだとね。まあ、スケラ打つじゃないですか。で、相手タル使ったんで、このね、いや、結構入るんですよね。いや、このファイブいらなかったな、マジで。多分。このファイブっすね。今ケツムートしとけば、いやー、あのファイブいましていらなかった、やったな。まあでもそこは許せるとして、でここナイトハンターで秒とかしてるじゃないですか。いや、ワンチャン勝てそうなんだけど。でここで、まあ、ムート置くでしょ、そりゃ。で槍ゴブリンを置いて、あ、はい、というような負け方をしました。いや、そう、まあ序盤のね、立ち回りちょっと防白をもっとすればよかったっていう結論なんですけど、いや、やられちゃいましたね。いや、悔しいですね。まあまたグロタイちょっとリベンジできたらいいかなと思いますだけで、ちょっとみかんさんとのフレバとなんかね、一戦ぐらいね、さらしちゃおうかな。エリゴレ強いな。何がいいんだろう。あ、このね、これめっちゃいい試合でしたよ。僕、迫撃なんですけど、これはね、迫撃スケバレですね。迫撃スケバレ、無課金迫撃ですね。僕、よく動画で紹介してる。で、みかんさんはバレーボレー枯渇ですね。はい。まあ、枯渇対決みたいな感じですね。ちょっと、まあ、系統は違うんですけども。まあ、なんで、こう、バレーボレー枯渇って、こう陸受けがしんどいんですよ。そのナイトスケ、まあ、ボムあたりですね。フキャンとかだと、こう、迫撃でやられちゃうので。結構積極的にね、攻め迫をしていきますね。なので結構ペースは握ってますね、今。迫撃のダメージが入りますし。まあ、本当にね、一に取りたかったですよ。ただそれだけですね。で、こう、スケバレは、まあ、スケバレにウッド打っちゃうと、ゴブリンバレル、スケバレにタルババを使うとですね、ゴブリンバレルにタルババを使えなくて、まあ、ギャングとかでこう守るようになるんですけど、まあ、そしたらこう攻めファイバーとか来た時に結構危ないんですよね。まあ、なんで基本的にスケバレを、まあ、マスケだったり、迫撃ほど落として、ゴブリンバレルは確実にタルババで処理できれば理想かなと思います。で、迫撃強いっすね。こう考えると。4コスで、ノーマルで。さあ、これは両サイド振ってね、コストないだろっていう攻めをしたんですけど、全然コスト持ってますね。みかんさん。いや、これボムタワーがスケバレ向くからっていう無視許容うまいっすね。さすがにこれは。で、無視して許容しておくことによって、3コースで攻めることができて、僕はそれが苦しいって感じですね。あそこのスケバラフォーチはね、さすがにやられましたね。さあ、でもまあ、こう見たら、あ、めっちゃ勝ちそうじゃんってなるんですけど、いや、そんなこともないんですよね。なんか、こっから、なんか、すごい押されるんですよね。ネタバレやんけっていう。もう見ていただければわかるんですけど。とりあえずまあ出していきますね、ユニット。いや、これこのセムファイブがね、やばい、分かって怖いっすよね。なんでって、これタワーに多分巻き込んでねえな。うん、まあ、ユニット優先でやったって感じですね。で、まあボムタワー咲いたんで、このセムファイブが通るでしょっていうね。アミガンさん、お前が一発入ってますよっていう感じなんですけど、ここね、まあ、これですね。なんか迫撃の位置を多分僕が変えればよかったんですけど、端前の真ん中にすればよかったんですけど、で、この僕もファイブ削りですね。ダメージ通さないといけない。で、まあ、スケバレこう落とすじゃないですか。そしたらこれをね、ファイブで壊される。ああ、今回こうあれか、普通に壊れたんですね。なんかね、ダメージが一気に、あれって急に追いつかれてるんですね、謎に。まあ、吹き矢処理、いいギャングですね。で、攻める、守るでしょ。で、これ横にまたね、ずれてますね。しっかり見て。で、ファイブ打つかな、ファイブ削り。ああ、迫撃でね。さあ、で、延命するようなやりこぶりですね。いや、これがね、痛いんですよね。迫撃を竹取られてる間に、ファイブで溶かされる。そう、それがね、結構痛いで、気づけばダメージ差があと33っていう。大ピンチに陥るが、
ファイボー結構タワー付近に打ってるんで、毎回こうちょっとね、マスクを高めに意識したら、綺麗にファイボー打たれる。で、吹き矢が残るし、あれ俺さっき負けるんじゃねえと思いながら。でもこっからね、本当にボムタワー置かれると、このデッキスケバレが通んないと、迫撃通すしかないんですけど、両方通んないようなもんなんで、攻め迫めっちゃしますね。さあ、しっかり見て、だここだったらファイボーが当たんないんですよね。なんならもう一個右でも。なんで、迫撃を置く位置がすごい大事でしたね。でも速攻ファイボーで、もうどんどん削っていきますね。削りしかないですね。いや、これ、やべえと思いながら、痛え。これ痛え。やばくないですか？タワーダメ90。逆転される。タルババ見て。からのボムが来る。分かってて、しっかりナイトマスク組んでいく。もう攻めるしかないですね。僕は。もう気合で攻める。そしたらこの迫撃のね、タゲが相手は取れない。いやここで。やばい、攻められる。攻められるが、なんとかファイブがね、回ってね、勝利と。まあ、いう感じのね、ちょっと神試合はね、こうなんかグロ隊のね、待ち時間が長かったんで、待ち疲れたらフレバトしてっていうのやってましたね。そう。なんかまあ、こういう感じでなんかフレバトのね、まあ、動画とか、生放送とかちょっとできたら面白いですよね。こう、フレバトね、何戦、何十戦、何百戦、何千戦、何万戦とかね。またね、こうまあ世界大会とか終わって落ち着いたらできたらいいかなと思いますんで、まあ、今日はこんな感じで終わりたいなと思います。次のグロタイムね、頑張りますと、まあ、いうわけで、ぜひね、この迫撃スケラファイブデッキですね、もともとポイズンなんですけど、まあ、僕はファイブル使ってたんで、ぜひね、このファイブ型もね、皆さん使ってみてくださいというわけで終わります。よければ、高評価ね、チャンネル登録、そしてコメントの方もね、よろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。